ご視聴ありがとうございます。つーちゃんです。このチャンネルでは、社会福祉士など福祉系資格の取得に向けたコンテンツを発信いたします。この動画だけで、独学で合格できるレベルの内容をお送りいたしますので、ぜひご覧になってください。はい。三福祉士、歯科合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。福祉住環境コーディネーター2級聞き流し独学テキストの70回目となります。 今日はですね、福祉住環境コーディネーターについてやっていきたいと思います。福祉編です。福祉住環境コーディネーターについて。一番です。高齢者や障害者の生活が多様化している今日では、発生する問題も多様化しており、各分野の専門家一人一人が取り組むのではなく、何が必要となるでしょうか。チームアプローチ。 ですね。チームアプローチが必要となっています。まあ、それはですね、えー、高齢者や障害者の生活が多様化していて、えー、専門家一人一人が取り組むべきではなくてね、あのー、チームで、えー、アプローチする必要があるからですね。2番です。各専門家間、あるいは専門家と高齢者、障害者、およびその家族の間をどうする人材が求められるでしょうか。コーディネートですね。 コーディネートする人材が求められています。では、重環境チームの調整役となる専門職は何でしょうか福祉重環境コーディネーターとなります。まあ、重環境チームいろいろあるんですが、そのですね、調整役となる専門職は福祉重環境コーディネーターですね。様です。調整役の大切な役割は何でしょうか チームメンバーの能力を十分に引き出し、共通の目標達成を目指して、優れた仕事を遂行させることですね。4番です。福祉従環境コーディネーターの役割を4つ答えましょう。1つがですね、問題を抽出する。2つ目が改善策を共に考える。 三つ目が可能な限り情報を収集し、問題点と課題の整理を行う。四つ目が改善策を実践する。ですね。この四つが、えー、福祉住環境コーディネーターの役割と言われております。ちょっと押さえておいてください。五番です。高齢者の特性として住環境整備面ではどんな感情を持っていることが 多いでしょうか長年の生活習慣から不便、不自由を感じていないことが多いんですね。えー、高齢者の特性として、まあこういったこう長年のね、生活習慣から、まあ、不便、不自由を感じていない。これが当たり前だと思っていることが多いんですね。では、生活上の不便、不自由に対してどうするでしょうか 共に考え、改善策を提案するということが必要となります。えー、一緒にですね、えー、不便不自由に対して一緒に考えて、えー、どうすればもっと便利になるか、えー、もっと暮らしやすくなるかということを考え、提案することが大事となります。6番です。高齢者、障害者本人や家族だけではなく、どんな人から情報を収集し、課題を整理する、 でしょうか医療関係者、福祉関係者、建築関係者などすべての関係者ですね。そういった人たちから情報を収集し、課題を整理する必要が、することが必要となります。では、各専門家間で情報を共有するには、事前に何が必要でしょうか個人情報保護を確認した上で、家族の了承を得ること。 ですね。それが事前に必要となります。えー、最近ではですね、えー、個人情報保護はかなり重要となってますのでね、えー、それをまず確認した上で家族の了承を得ることが必要となります。7番です。福祉住環境コーディネーターは資格を得た後も何をする必要があるでしょうか。実践を重ねながら福祉住環境整備学 となるべきものを高めていくことが必要となります。では、個人の権利や利益の保護と個人情報の有用性とのバランスを図ることを目的に2003年何が制定されたでしょうか個人情報保護法ですね。2003年に制定が個人情報保護法となります。8番です。 2017年平成29年に全面施行された改正個人情報保護法では個人情報保護について以前とどんな違いができたでしょうか従来5000人以下の個人情報しか有しない小中小企業は個人情報取扱事業者の適用対象ではなかったんですが改正法では 全ての事業者に同法が適用されるようになったんですね。それがですね、改正前と改正後の情報保護法の違いとなります。これ覚えておいてください。9番です。福祉上環境コーディネーターは個人の利益や権利にとらわれず、何のために業務を行わないといけないでしょうか 社会一般に共通する幸福や利益のために業務を行わないといけないとなります。では、福祉中環境コーディネーターは何級までの試験でしょうか ?3 級、2級、1級とあります。まあ、1から3級までの試験。 ということですね。えー、当然、えー、3級が一番優しくて、えー、1級が一番難しいとなりますね。まあ2級を持っていればですね、ほぼほぼ福祉住環境コーディネーターですと名乗れる資格なんでね。まあ1級はかなり難しいんで、2級までで、えー、ほぼほぼ大丈夫だと思います。10番です。福祉住環境コーディネーターの業務は相談者との何に基づくものでしょうか 契約関係に基づくものなんですね。では、福祉住環境コーディネーターは歴史が浅いんですね。しかし、これからどうなっていかないといけないでしょうか社会的地位を確立していかないといけないとなりますね。11番です。福祉住環境コーディネーターは人間に関わる専門職として何が求められるでしょうか 社会の代表にふさわしいモラルが求められるということになります。では、実務において守るべきモラルをまとめ、行動指針として示した文章を何と言うでしょうか。倫理考量と言います。まあ、いろんなですね、社会福祉や精神保健福祉とか介護福祉にもですね、倫理考量というものがありますが、 福祉住環境コーディネーターにも当然倫理考慮がありますのでね、それを守らないといけないということになります。12番です。安心して安全に自分らしく暮らしたいという願いを担う専門職である福祉住環境コーディネーターの絶対条件とは何でしょうか法と人道に反する行為をしないということになります。 はい、えー、今回ですね、福祉編の中の福祉住環境コーディネーターを取り上げました。まあ、福祉住環境コーディネーターとは何ぞやということを今回の動画では、えー、伝えております。まあ、品質のワード覚えておくべき国を一問一答形式で12問にまとめています。まあ、基本中の基本を、まあ、今回、えー、福祉住環境コーディネーターというタイトルとして持ってきています。まあ、試験にもですね、えー、まあ、 じ環従官コーディネーターのことを聞くものは出てきますのでね、えー、当然のことなんですが、えー、今回の動画は必ず覚えておいてください。えー、何度もですね、繰り返し繰り返し動画を見て聞いて覚えてくださいね。聞き流しや流れ聞きで OK ですのでね、えー、時間の空いた時とか隙間時間をですね、有効に使って試験勉強に当ててください。はい、えー、副従官境コーディネーターの勉強動画、まだまだ出していきますので、よろしくお願いします。 以上です。